痛い。抽選だけ勝負しようか。抽選だけ勝負しましょう。ポンポン。おっしゃ。あ、うえ。2年前ぐらいまで毎日一緒に飯食ってたじゃんか。はい。毎週収録してました。ね。一緒に。いつの間にか4ヶ月ぶりに会ってさ。はい。まあただやっぱ。先輩の背中はまだでかいぞ。抽選勝負だ。はい。ちょ、言ったらお前。4番。ね、400人ぐらいでね。400人ぐらいで4といるか。ね。はい。だけど上に3つあるじゃんか。なめんなよ。ああ、すまない。やっぱり背中はでかかったと。ああ、ちっちゃー。ちっちゃとー。こっちの動画のがおもろいです。いや、そんなことはないです。もう無理です。いや、そんなことないですよ。すぐズルするやん。ズルじゃないんですよ。いやー、何が空いてるかな。僕と家具や、いやトラブルも無理よな。からくりですら無理だもんね。 AT 機で空いてるのこの島だけやもん。マジかよ。家具を決めるか。いやこれね、そのもう16時まで当たんない覚悟なんよ。まあ男には覚悟が必要よな。僕言ってる間に埋まっちゃうもんね。もう行くしかねえよ。え、もうマジかよ。そやだ。おはようございます。スクープ TV の奥でございます。というわけでスロッチョ205話始まりました。始まってしまいました。怖すぎるだろ。まあご覧の通り今日ね、加藤と久々に会ったな。最後に会ったのがスロバ全員集合のね、それ以来会ったな。4ヶ月ぐらいか約。いやー、加藤とそんな会わないことになるとは2年前は思いもしなかった。これねマジで本当に2年前は毎日一緒に昼飯食って、でまああんま言わん方がいいけど夜一緒にうち行って、まあ、けどそれ夜うちに行ったのも本当にあいつ金ないし、まあ、俺もめっちゃ金ない、今よりもっと金ない時期だったじゃないですか。2年前なんて本当にやばかったんですけど、だ本当に加藤は金を返さなきゃいけないから俺の金で2人で打って、仕事終わった後にねめっちゃ昼好き勝負して。勝ったら乗り打ち、負けたら俺の金みたいな感じだったな。それがもう4ヶ月も会わない。お互い頑張ったな加藤。もっと頑張ろうな2人でな。って感じなんですが、あいつは裏切りまして抽選4番に行ってました。先に加藤の動画が出てるはずです。この回です、そっちねまだ見てないよって方は見てほしいんですけど、あいつ抽選4番引いたんでね。信頼今日が2日目、3日目かのリゼロ打ってますわ。そんでもって僕はケツから数えた方が圧倒的に早い番号を引きまして、 AT 機で入ってたのがこのせいやと北斗無双。動画でせいや何回も結構打ってますけど、まあ、スロッチョ以外のところでね、いろんな番組で時間かかりすぎるし金かかりすぎるし全然出ないのよ。本当に朝一結局不屈の10以上ぐらい取んないと、45ポイント以上ぐらい取んなきゃマジで8万9万は平気で入る。で16時の時点でセイントラッシュ入ってない。セイントラッシュ入るまで打つか、ようやく入れます、1000枚1500枚出ます、2500枚3000枚負けたみたいな感じになる台なんで、まあ、とりあえず恩恵朝一恩恵5個ぐらいあるんですけど、まあ、大事なのは、50% で GB レベル2以上 60% 勝率以上ですね。その 50% か、あと 30% だっけの不屈40ポイント以上と、実は大事な 10% の GB レベル2回する天井、これめっちゃ大事。番長3の初回対決みたいなもんでしょ、 10% って結構取るじゃないですか。それをせいやで取れたらでかい、投資が安く済む。あとはまあこういう強チェからの 10% が当たったりね、通常状態のそのすごい大事です。1回 GB 当たるだけでその2万節約みたいな場面が多すぎるんで、とりあえず朝一何パーか、あとは1回不屈が溜まった瞬間になんか下が出るか漏れるか、これめっちゃ大事です。よし、さあというわけで結局朝一2回目の強チェリー、ちょっとね強チェリーの演出が強かったんですよ。通常時いきなりレバーでボタンが出てステップ4のせいやの演出だったんですけど、青回転だったんであんま期待しなかったら色変わってくれましたわ。よーし、これ結構熱いんでね、まあ、当然外れますけど全然これ朝一当たってくれで、結局ね今日移動ができなさそうなんで、じゃあその GB レベル 50%、GB レベル1の 50% だったらどうするんだって話になってくるんですが、とりあえず1回当てるまでの投資は安ければ安い方がいいからね、確認できるから、まあ、ただ打つんだろうけどな、今日この台、移動できるし、ただ、普通に前回の204は、今日しれっと205は始まりましたけど、本当に205話に僕が登場しなくてもおかしくないぐらい、204はカボコにやられたじゃないですか、あれ、動画になってるのかってぐらい。10万8000円投資回収100枚、ただその10万8000円投資がどうにかなる可能性もあるわけじゃんか。せいやなんて出るの遅いけど上位入っちゃえば早いしで、ほんでこれ大丈夫か、すいません疑ってごめんね、疑ってごめん、ありがとう。評価174ゲーム早かったっす。投資7本、頼む頼む。不屈は1回も溜まってないから全然わからん、漏れてもないし、問題は GB レベル。いや来たぞ、頼むぞ 70% 来い。 50% じゃなきゃいいとかはもう違う、 60% でも 50% でも俺は無理だから。70誰、あいいじゃんアイザック、7070 70、うわいやー50なんかな、まあ、表面上分からんってパターンあるけど1回目は結構出てきてるんだよな、まあ、50% でも通してまい OK。 とりあえずせいや先生先生っていうか先セリフ手がさせない、いやー大事よこれ、マジかよお前アイザックお前汚ねえよ汚ねえよそんな。おーちょっと今日でせっかく当てたんだってば、マジかよこれ、白だったらどうする、これやばいよな、移動できないですよ、漏れて漏れない、これやった、これ今日終わった。10万円や、また10万8000円や、いやーちょ一回冷静になって周り見ようとは思うんですが、とりあえず今ポイントが、690のところでたまって、まあ、だから300ポイントぐらいあったのかな朝一で、とりあえずこの1000ポイントの前兆って、外れたら絶対ポイントたまるんですよと、まあ、GB1 戦目負けのポイントがたまって2回たまって漏れんかったら、さすがにこの台じゃ本当にただ自分が負けに行くだけだな。ただこの1000ポイントも一応期待だし100も期待だし、当たるのが一番よ、これは無理だな。ここですね、必ずたまりはします、漏れないでしょ、100見て回ります。最近のスロットの中じゃ最速で11時21分、開店から1時間ちょっとで、パチンコ来ちゃいました。というのもスロットコーナー結構でかいお店なんですよ今日、グランキコーナー京都宇治店さん、スロットコーナーの空き台がもう全部込み込みでですよ、おきろきゴールドの朝一200ゲームを超えた台だけでした。だったら、今いい魔法少女のマルコマイク3、来てるんですがライトミドルです。だからちょっとこの台で、まあ、1時間2時間打って、まあ、できりゃ球増やして出して、その後スロットコーナー見ようかな、で空き台出たら後半はスロットで勝負したいなと理想的には思ってるんです。もういいです、この台で5万発出します、この台で5万発出します。打ち始めてどの保留だ、最後だとしたら5回転目、当たったらとりあえず54凸だっけな、 1% が直ラッキー取りがあるから45通常の、とりあえず当たってまい、レバブルのカスタムとかエアバイブとかピンフラとか全部抜いてます。だからもうなっちまったらもう単純にあとは今起きてることだから、はい。たださやかちゃんで1ったところでっていう話なんじゃないか。大丈夫か。ほい、熱そうじゃない。赤かっとい熱そうじゃない。まあ、金とかもあるんだろうけど、金なんてそれはもうよし当たりぐらいの感じだと思うから、赤は十分じゃないか。戦えないか。どうですか。5回転ですよ。いけません。ボタンはいくぞ。なんでな。いっちゃえよお前。もう打つてねえんだから、当たりしかねえんだから、お前いっちゃえよ。帰ってきて帰ってきて帰ってきて、上条くん上条くん。はあ、引いとけばより。くそ、いやー惜しかった。いやさすがにこの204話からのこの205話の流れでせいやの 50% 打ち切って、セイントラッシュなしの動画作ったらやばいなと思ってきよってこっち来たんですが、別にこっちに来たとて別に天井ないしな。まあ午前中にそんな怖がることはないか。ただ嫌な雰囲気はなんかしてます今日。それを払拭できる台が開けばいいんだけどな。そのとこな、ほんとすごいな。こんなに大事なのに空き台マジのゼロなんですよ。ワンパンマンとか天然とかもう番長4とか行ったのかなって思ったんですけど、全部埋まってた。バラエティコーナーの最後に見える1台だけ別のところにあるラブ城、あもうそこかと思ったらそれも埋まってたから、もうギブです。早っ早っ、24回転。なんか絆って煽ってるぞ。これいいんじゃないの絆なんて。だってなんか絆リーチがいいやつって見ましたさっき。どうですか絆保留になりません。絆ストックいいんじゃないこんなの。言ったけど絆のマミさんってどうなんだろう。まあけどさっきのリーチよりかはいいでしょう。緑か。はい、お願いします。あ、硬い。そんでもって、ああさっきと一緒。タイトルが赤、タイトルが赤。今回は本当に言ってくれ。移動台ないの。なんでなんで何がダメな。保留保留か。おお恋カップお前やばない。20、さっき5回転目だったんですよ。でこれが31回転目です。すごい頑張って。どんな奇跡だって起こしてあげられるよって言ったな。これ 55% だってセリフいいじゃん。下から3番目、さやか京子絆って書いてない。発展じゃないじゃん。熱くない熱くない。だって絆だよ。はい3、2、ああいきなりそんな、お前初見に酷なことをする。ラストアタック、もしかしてこれ決まる。これで決まる。これで決まる感じ。 SPSP だよ。だけどてっぺん。あ、なるほどね。これで8点か。すいません、あたふたしました。いきなり音ゲーさせられたから、初見で。銀の町星さん保留は変われ、なんかなれなんかなれ。あかお前お前こんなのこんなのこんな、お前1個ずつ朝一から1個ずつ上がってます。タイトル赤、今回はテロップまで赤です。で赤保留です。だんだん強くなってるね。さすがにこれは当たるだろう。これは大丈夫。誰が悪いのこれ。無理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 。ああちょっとだけど別にそんな使ってないもんな。あ分からん感情がおもろいけど、じゃあこれどうやって当たるのこの台。まあすぐなりそうやからちょっと待つか。次何回転になると思いますか。僕の予想は41回転、あと8回転後です。鳴った時にお会いしましょう。おいしょいしょいしょい、正解は165回転でした。お前ちょっと弱い。いやそうやな。おいはいはいはい。いや5スルーはさすがに答える。はい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 なんな。おほほほほほほ。あぶねえ、夢遊ぶとかやった。危ないけど危ないけど危ないけど、なったなったなった。カスタムしてる俺。してるじゃん。よし、あとはピンフラ、あとはピンフラ。6回目の先割れかな。あ、3点敗。あ、違うんだ。どっか行っちゃった3が。あ、けどさ、ぎじってるだけでさ、これ3点敗じゃない。3点敗ってラッシュ角とかない？いけいけいけ、はい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 。映ってるかな映ってるかな映ってるかな。ピンフラよっしゃやったたでけえ1個目の壁越えて7点、295だけどたまないんでこれで3です。3万円投資は全部でね、せいやと合わせてで今316回転。よし、まあこんなんがあるんだね。やっぱパチンコ本当に毎回言ってるけど、パチンコ自分の顔見えたら熱いから、やっぱそうだな、それがなかったわさっきまで。ありがとう。316、3万円です。60回転 62.2 分の1、むずいけど、全部1500発で、当たった 50% で、ラッキートリガーチャンスもらえて、全体の 27.5% でラッキートリガーに行くと、ラッキートリガー行ったら120回転になると。 OK7 がくるくるしてお前6とかならんなさすがに。やっと始まった205。ノーマルモード、先読みチャンスモード、まあノーマルじゃない最初は、最初はというか結構このまず入った ST がちょっとむずいもんな。60回転プラス残歩で62分の1ってちょっとむずいから、そんなチャンスは多くないはずなのよ。1回2回取れたらうまいまであるから、1回だな取れて、そこで 27.5% 取ろう。ちょっと怖い、もう怖い。いいじゃんか、音消えたぞ、音消えたぞパチンコで。え、これ当たったらワルプロだろ。え、あ、発展しなきゃダメもしかして。いや、お願い。1まで来たぞ。あとちょっとじゃん。1個いけ、頼む。よし。え、これさ発展した時点でとかない？まあ、とりあえず当たったら絶対ラッキートリガーだろう。すいません、僕初めての窓か初めての右です。ワルプルギスの夜ボーナス、もう当たったってこと？ああ、当たってるやん。え、だってもうここまでいっちゃったら勝つ方がちょっと多いんですよ。 27.5% と 22.5% だから、控えめに赤でお願いします。人間ってこういうことだから、人間ってこういう謙虚な気持ちよな。よっしゃよっしゃ、危ないラッキートリガー入ったでけえ。でしかも昼なんですよまだ。だからこのラッキートリガー取り切って万発に万発出してからそのところ見に行こう。やったでっか、うれしい、うれしい、やったコットン板の分全部変えてこい。やばいぶってよ。え、あ、そうなの、最近のエアバイブって。俺エアバイブの知識が初代 AKB で止まってるんだよな。ボンボンすいません。一回見ようか。さあこれで120回転になるってことね。120回転でお前60何分の1だったらまあ 87% ってことか。よし。でこのエアバイブなんですけど、ボボじゃなくてブイーンっていう結構速いのがずっと出ます。すごいね今のエアバイブ。先読み超チャンスモール、先読みの信頼度が上がりますらしいです。これでいきます。だからまあ保留変化とかもあるのかな。ちょっと何も調べないでいきますわ、その方がおもろいわ。で編集に信頼度とかちょっと出してもらいます。こういう高速消化テンポ怖がったら負け。え、これレインボーなのはそういうことよな、やっぱな。あ、おもろ。あ、ボのエアバイブもある。今度ボの方です。あ、そうなん。あ、ボもあるんだ。うわ、おもろいね。これ出るね。これは全部1500だもんね。さあ次、救命町告知モードやってみるか。ボタンプッシュで告知が発生すればボーナスし落ちました。あ、でキュインっていったら当たりで、熱い時はなんか回数とか出てたやつがこれか、多分これだな。ホント多分帰ってきて、ちょっと弱い、それは弱い。3000玉弱いラッキートリガーで。おこまりくんの結構むずい、絶対に。え、本当にこのまま終わるつもり？なんかゆっくりとかないの？最後。え、なんだったんこのモードは。残法。いや、ちょっときついよそれは。1回転長くない2回転。いやー、ちょっと諦めたくないかも。ちょっと見てきます。パチスロ動画史上初かもしれません。せいやからパチンコ行ってせいやに帰ってきました。残り2時間で本当にやけくそになったわけではなく、まあちょっと秋田ちらほら出始めまして、さすがに。で、まあけどみんな見切った台やめなんですね。でそんな中、このせいやが中央通路の一番広いところの一番目立つ角にあるんですけど、データがこんな感じでございます。ちょっと別で映してもらってますが、朝一88ゲームだ。これが短縮の100のところかな、分かんない。でその次277で389で3回目で通って、終わった後に335300のところで当たって、60ゲームのところで当たって、まあ、ただ分からん、コスモチャージ中の7揃いとかもあるから一概には言えないんだけど、この弱地確率も50分の1だし、でまあ、3スルーだし、まあ、そのここが強いのよ、場所的に。で、まあ、せいやのコースって残り2時間でお前どうなんだって思うかもしれないですけど、空いてる台の中で一番いいわ。かパチンコ行くか、このせいやがパチンコ行くかなんで、とりあえずはさっさとコスモポイント貯めたりチャンスを多くもらおう。そしたらどっかで違和感あるだろう。何色？ほらあるよ、やっぱ分かんないけどね。これ1回でさ、あるよは そんな差ないし、 18% から 23% だから分からんけど、このいいんじゃねえか狙いでせいやなんてまず打たんけど、その全部の要素がいいなで狙いできて、1個目の設定差ある部分が当たるのは嬉しい。しかも早いのよ、260ゲームです。赤広系なんで、セイントラッシュオアジェネラルバトルの本前兆の棒です。まあジェネラルバトルだろうけどな。 E 台だとどうなんのかっていったら、結局その SP モードとかに平気でいるよな。今は多分いないと思うんですけど、もし SP モードにいたら1000ポイント余ったら 50% で当たるんですよ。その辺で初当たりが軽くなったりもしやすいんですけども、だってせいやで GB7 回引いて300が最大よ。ちょっと変よね、異様ではある。でサマイは今ちょっとだけマイナスぐらいなんで、全然枚数での切断も狙えるから、まずは入るかどうかだな。さあ295ゲーム、このせいやで10本だ、合計40本ですね。で持ち玉が3000何発ありますと。さあ問題はこれ突破できるかどうかだ。こんなん突破しちまったらもう自信つくねー。さあレアクチャンスも1回です。攻めて60、一応 GB レベルスターのセリフは1回出たんですけど、50% か。OKOKOK、黄金の位までなんて言うっけ。これは大丈夫でしょう。オッケー、ナイスパンチ、あと2個、まあ、3ストレーしてるから 50% じゃない可能性も十分にあるしね。はい、よく頑張った。仲間王はせいやで頼む。ほい、白ナビあと1個、まあそうやな、だってキューベイ 45% の期待でお前5回外したな。うん。これ突破できたんだから 50%。 ああマジか、あと1個まで来た。絶対決めたい。もう強じいっちゃったら決まりだけど、もう決まっててほしい。赤せいや、分かった、味方かせいや、頼む。白せいやね、白せいやな。まあスマスロになってからこの背景怖いよねって言われてます。赤でいいじゃん、勝って。カタカタ怖い怖い怖い。セリフせやー、ナイス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 。赤字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 。はい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 。大移動大成功。天才や天才、マジかよ。やった、でかまくれるまくれる、勝てるぞ。ちょっともう見せ場なさすぎて本マグロの解体諦めてましたけど、解体に参加できそうです。解体には参加できません、すみません、プロの方があります。見れそう。OK、 とりあえず200でいい、200でいい、欲張んない。40本です。カットインカットイン。ナビ出す練習しとこうな。ナビでもいいんだから、10ゲーム過ぎたら。この顔で10やもんな。こんな乗りそうなのに、ほんとにやばい。さあここからナビでいいよ、ナビでもいい、ナビでつなげ。何してんのなあ、目覚ませって。はいはいはい、最速成功、ありがとう、ごめんな。いい子だ、10でいいんだ。20回続こう、10を。そういうこと。ナイスナイスナイス。えめえめ、お願い。ああちょっと微妙かな、マクルーンは。まあ頑張ろう。ちょっと1回2回特化ゾーンやればまくりまでいけると思われます。正確な球数が3280玉持ってるんで、枚数換算であと1184枚足りないってことか。1200枚とりあえずペガ待ちです。はい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 。日時計くるくる演出か、ちょっと弱いですけど左からいくか。スイカまで滑る、ポン、チャンス目。おっ、でかっでかっ。チャンス目から直列50、だいぶ薄いっすね。さああとは全長中はもう芽が出やすいとかしてないんで、純粋に演出で楽しみます。よっしゃ。さあ残り59、チャンス目。結局な、この後特化ゾーンを持ってきてくれないと。え、これ鳴ってないんですよ。だから上乗せじゃなくて全長で出てるんですよね、多分。だからチャンス目から取りましたね、さすがに。全長で出てる、これは強すぎる。でせいやってやっぱ全長が強いとゲーム数めっちゃ乗るってなるじゃないですか。これゴールドじゃない、とりあえずは。え、4ペか、え、2次号下っ端で消えたわ。え、これ200ゲーム以上とか引っ張ってきてない、ゴールドバトルから。誰、戦利戦争とかないと思うけど、チャンス目だしブロンズだけど。誰出てくる、誰出てくる。もうってめっちゃ偉い人じゃない。聞き覚えがないもん、名前に。なんとかシャカムーってめっちゃ強くなかった、大きいの時ねえ。シャカムーみたいな感じで覚えなかった、みんな。サカシャカムーだ、サカシャカムーってみんな言ってたでしょ。え、ムーやばいやん、スピードタイプのお前頂点の人じゃん。選択率 0.5%0.5%、 え、平均上乗せ。はい、絞ろう、一回絞る、解析タイト絞れます。平均上乗せ、ああ 365.7 ゲーム平均上乗せ、平均継続回数 18.6 回。いいなえ、絶対まくったじゃん、こんなん。やった。だって下張り消えたもんね、ペガサス疑似号で。日時計2周いこうか、24、それ目標で。まあ、最初から決まってるんですけど、そんなんはそんなんじゃないと思った方がおもろいです。ただこの消化中にメダル相当増えますね、多分。1回目から追撃。これがスピードタイプだってマジで。まあ多分スピードタイプで別に熱くなる場面もそんなにないと思うんで、15戦目ぐらいまでダイジェストいきます。先生やー、すいません、ちょっとダイジェストって言ったんですけども、とりあえず今5000以上の画面と同時にペガサスファンタジー流れまして8までは行くんですが、ここから2400枚でこの台有利感切れます。だから3000枚出せばいいって考えたら、これあるぞ、ビッグバンチャレンジまではいけるんじゃないか。いけそうっすね。今日の目標ここで決めます。4876枚、これこの間負けた分ですね。こんだけプラスにしよう。それでいこう。さあ追撃でかいね。さあ14戦目親指ビーム、いやーさすがにまずいか。初めて食らった。240です今のとこ。復活はまあ平均360ちょっとしょぼく感じますけど、消化視点の入れたら多分そんぐらいです。上乗せ時代は240でした。で残りが281、ここで3000枚で有利切るって言ったね。あちょっとむずいか、全然むずいかも。ムーにはしゃいでた。まあけどそれでも有利切れ、まあ上乗せがうまければ目指せるかな。有利切ったら強いんでね、ビッグマンチャレンジまでは行きたいです。というわけで現在15時半になりまして、マグロの解体ショー始まっ、すごいね生で見ると、ちょ見て、すごいね迫力。多分俺らの資産をギュッとしてもマグロにはかなわないと思う。余裕で尻尾ぐらいですもんね。尻尾ぐらいの、尻尾ぐらいは言い過ぎやろ。そうすいません、すいませんでした。尻尾ぐらいよ、尻尾ぐらいですか。うわすごいよ。あらあらブラボー。すいません、いただきます。ありがとうございます。やったー、お寿司やー。一人一人にこんな醤油ちょうどいいのとさ、わさびとさ、すごいなこれ。タダだぞこれ、タダなえぐいですよ。まあお互いさ、お世話になってる法人さんあるけどさ、こんなん食わされたらもう天下の貴公なだな。本当に感謝の旅です。お前結構お前すぐ魂売るじゃん。そんなせっかく坊主にしたのにさ、感謝の旅出させてください。行かせてください自分。ロンドン復活お願いします。ロンドン終わったんで、もう一回終わりだってほやほややる。いただきます。うまいうまいな。慣れちゃうかも。ごちそうさまでした。あらした、ごちそうさまです。いやうまかったですねマグロ。本当に興奮して鼻血出るほどうまかったです。これガチですけど、やっぱそこら辺もグランキコーナ京都内店さん考えてらっしゃると思うんですけど、マグロはその鉄分とかタウリンとか豊富なんですね。ちょっとぐらい血入れても大丈夫、すぐ血になるから。あれタダでしょ、すごいわ本当に。あまりのうまさに僕と加藤2人とも X にあげる用の写真すら撮らず、お寿司のすぐ食べちゃって、向いてないですね。そんな美味しいお寿司を食べて帰ってきたら、もう今日プラス100枚ですね。もうプラテンしてます。だからここから出た分全部プラスだし、あと1300枚1400枚ぐらい出したら有利感切れると。だけどゲーム数があと100ゲームちょいしかないから、ここから頑張ろうよねといった期間でございます。熱いね全長が。さあ何も引いてないせいやのあるある全長、ベルだったっけ、これリプレラーだっけ、ちょっと覚えてないですけど、ちょっと厚めです。いやけどガキか、裏取られないんじゃないこれさすがに。ちょっと全長強かったぞ。わ向いてな、あ、ごめんってば言うじゃんか。それは俺とお前の仲だし。2回目の特化ゾーンです。さあこれはまあ強かったけど、その当たるんじゃないかぐらいの強さだったんで、これはシュンとかじゃない、氷河とか。ああ氷河ありがとう。50いこう。いや50超えよう。さあ10超えてボタン出ればいいからね。おいさ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 31で、ここ10超えてほしいのよ。超えたらでかいよ。ああ50か、オッケー。何も引いてないのに50もらえるだけで十分か、よく考えたら。これで残り120です。いやーだいぶムーさん頑張ってくれたけど、なんだかんだ残り2ゲームまで来てます。ただ533ゲーム消化してる間に今全長中のレイアップとかもいろいろあったし、後乗せは少なからずあるはず。これラストゲームです。あるね。ちなみにスイカ9回です。いやーけどな、さすがに弱視だと思うやん。そうやねー。有力感切断までは、まあ、200枚ぐらいおまけしてくれるんで、この台ちょうどあと1000枚ぐらい、ちょうどあと1000枚ってなったら、ここの 50% 通したら夢のビッグバンチャレンジですね。最近代行以来めちゃめちゃ多くて、ビッグバンチャレンジ成功率7割5分ぐらいあるんですよ。今だったらいける気すんな。いやー 50%50%、 いやクリシナか。いやクリシナってだけでもうちょっときついきついんだよな。だったらこれにするか。クリシナと戦いぐらいだったらこっちの方がいいもんな。こっちでいきます。違和感感じます。こっちでやってる時のさ、今これ3戦目2戦目でもう3戦目だったらそろそろっていう、あのドキドキはいいよな。1戦目だけ突破したい。この次にエンドが基本来るんですけど、この次か、この次もうまずエンドじゃないパターンはもう1戦目突破ってことだから、ここね。あエンド、まあ大体エンドです。だけど終わんないっていうパターンも多いから、耐えて耐えてお願い。うわ1戦目負けか。いやー青。さあというわけで広角も落ちたんで、ここまでかな。まあよくまくれた、今日この抽選番号で、この店内状況でエンディングいきます。実践終了。いやー10月の23なんですね、今日。もう全国的にちょっとそろそろ涼しい、いやむしろ夜は寒いみたいな日だと思うんですが、いや一日中汗かくぐらいやっぱ店内しといて熱気すごくて、でまあそれで錯覚するぐらい、いや普通に暑いですけど、出玉もすごい、なんだろうな、塊でボーンじゃなかったと思います。聞いてた感じはなんかどっからあれ出ましたどっからあれ出ましたって聞く機種が結構違ったんで、まあなんか取れればチャンスあったのかなと。抽選がちょっと悪すぎましたね。せいやからパチンコ、そしてせいやという異様な回でしたが、まさかの大まくりでございます。総投資全部まとめて4万使いました。1840枚投資で、せいやの回収が1736枚、魔法の台が656枚回収で、合計2392枚プラスの552枚。しかもそのパチンコで負けたんですよ。でスロットで勝ったからよかった。なんかパチンコで結局ラッキーパンチとかじゃなくて、あと2時間しかない状況で良さそうなせいや行って、それが結果伴ったのはね、これは嬉しい。これで前回と合わせてマイナス4300枚です。前回から考えるのはやっぱ良くないと思うんです。今7万枚ぐらい勝ってるわけじゃないですか。こんなぐらい勝ってるんですけど、ただちょっと前回のことは忘れられません。今日取れるチャンスあったらゴッドイター行こうと思ってました。そんぐらい悔しいんで、ここからねスロッチョが収録結構続くんですよ。今結構ストックある中、もうしあさってまたスロッチョで、結構ねリベンジのチャンスというか、早々にとりあえずもう77,777枚のプラスも達成したいんで、ちょっとね今進めてもらってる天下一武道会の話が降りてくる前に達成しとかないと、おいお前順序逆だろって言われちゃうんで、引き締めてね、とりあえずその最初の目標7ゾロまでの3枚は蓄えたいと思っております。そんなわけでこちら私もっくんの SNS です。Twitter か X かメインはずっと言ってますが X です。よかったらフォローしてくれるとすごい嬉しいです。あとなんか動画、僕も YouTube よく見るんですけど YouTube にはコメントとかってしないんですよ。まあしない人がほとんどだと思うんですけど、ちょっとしてみてほしいな。コメント結構全部見てます。7年ぐらい僕ずっと全部見てるんで、友達に「スロトロが何見てんの?」って言われた時に「スロッチステーション」じゃなくて「もっくん」って恥ずかしがらずにね、ちょっと恥ずかしいかもしれないけど、お寿司のネタ何が好き？マグロサーモンはなんか別に返答困るじゃないですかね。カニ味噌って言ってみてください。またカニ味噌でした。いやー、なんとかなったな。まあまあ言うわ。あ、全部先です。よし、ピーチです。真剣に勝つためにバックしました。パッタパッタパッタズルなんですけど勝ち確ですよ。